こんにちは、こんばんは、おはよう、レイです。婚活パーティーでカップリングになって知り合った T さんの方と、温泉の方と岩盤浴とランチの方へ行ってまいりました。で、温泉施設の方は群馬県の藤岡市にあるんですけども、でレストランの方は少し離れたところ、もう県境になりますんで、埼玉県の上川町というところで、本庄市とかね、あっちに抜けて神奈湖とかっていうのは自殺の名所で、ちょっと心霊スポットで有名な神奈湖って湖があるんですけども、まあ、ほぼね周りはね観光地はほとんどないです。観光場所はねスポットありません。で、人里離れた感じのね、あの地域になりますんで、あの3密とかね、コロナ大丈夫なのかって、全然大丈夫です。ガラガラになってますん で土曜日なのに、あの行ったらね空いてました。でレストランの方はテイクアウトもやっていて、で4組ぐらい客がね、あの一番最初の1組目なんで、うちらはね、で 端っこの席で食べていまして、その後ちょっと間を空けてみんな座ってという形になってました。でレストラン南風、レストラン南風というとこ行きまして、でランチがね安くて美味しいです。そして南風と聞いて、みんな40代以上の方、40代50代、もしかしたら60代の方もピンときたかな、あれと思った方いると思います。あの漫画のタッチって、ね、アニメにも なりましたけど、足立みつる原作の、タッチという漫画がありまして、で野球青春漫画ってね、でそれのファンだったみたいで、オーナーさんがね、それで、レストランの名前を南風とつけたんですね。あの主人公の、達也というのがいて、まあ、和也と双子の、ね、兄弟 であとは幼なじみの、彼女、ね、憧れのマドンナ役というかね、彼女役の、南ちゃんというのが、ね、いまして、そこの、南ちゃんのお父さんが経営している設定の、喫茶店だったんだね、あれは確かね。で、まあ、あのレストランみたいなメニューもね、少し食べるメニューもあったりして、南ちゃんが料理を作ってたりとかね、おじさんが作ってたりとかするんだけど、そのお父さんが経営している店が南風ということで、同じ南風というレストランでした。非常にリーズナブルで美味しいです。これはねおすすめです。埼玉県神流町でレストラン南風で検索どれかすれば、ね、引っかかりますんで、南レストラン南風埼玉でも大丈夫だと思います。電車はね駅から遠いです。だから レンタカーとか車で行ってください。あとバイクですね。でそこからちょっと離れてて、あのここはね今南風のレストランで、ちょっとこう上に行くと、あの温泉施設、桜山温泉絹の里別邸、桜山温泉絹の里別邸というのがあります。これ多分1回潰れたのかな。で今ねすっごい綺麗で広いあの温泉施設になってまして、岩盤浴が350円、温泉がビジター料金でお湯だけだったら700円ぐらいだったかな。だから1,050円、1100円とかで、ビジター料金大人は1100円で入れますんで、これはあの群馬県の藤岡市にあるところですね。まあみんなどの店もやはり生き残り、このコロナの状況で大変 だと思います、ですのでそこへお金を落とすという形で、でランチはねあのご馳走しました。そしたらねなんか車出してもらったし、あの申し訳ないっていうことで、あの温泉の代金はあのご馳走になりました。で素直にあのまあご馳走に上がりまして、であとねいろんなお土産とか、あのバレンタインのチョコとか、まあ、チョコプラス、物もいただきまして、非常にありがたいなと。でいつも車を出してもらってるんでということで、感謝の意味でということを言われてました。本当にねあの人間的なこのねあの婚活女性の中で、あの本当に人間的にこの、ね、できた方だな、気が使える方でね、本当にいい方だなというふうにね思いましたね。あの物もらったからとかそういうわけではなくて、やっぱり心遣い、そういう心遣い、相手を思いやる気持ちというのが、これは嘘でもいいんですよ。ちゃんとそれが配慮ができるかどうかとかね、もうね事細かくねいろいろねやってくれるんですよ。もうなかなかねこういう女性もいないから、まあ、あの今いい友達という形でねやらせていただいてますんで、
まあ、美味しいお店発見とか、まあ、温泉巡りも好きなんで、まあ、温泉とかね、一緒に行ける今友達という形になってますね。で、温泉の方ね、行きまして、非常にね、綺麗に広くて、で、客、ほとんどいません。車はね、結構止まってたんだけど、もう、大広間があったり、その他ね、岩盤浴もあったり、サウナもあったり、もう、人がね、散らばっちゃって、密にならない。全然密じゃなかったというね。もう、穴場スポットだね。多分コロナがなくてもね、あまり知られてないのかな。近くに、白寿の湯っていう有名な温泉ね、まだね、まだ長通ってる方があるんで、そっちはね、駐車場結構満員でした。多分そっちへ行っちゃってるのか、一本道が違うところなんだけど、ふるさと通りというところ入れば、そっちはね、白寿の湯は県道沿いなんで、多分みんな多くの人は行くかなと。そっちの一本入るね、ふるさと通りっていうのは、あまり知られてない、道なので、まあ多分地元の人はもちろん知ってるんだろうけど、まあ、自分たちみたいに遠くから来てる人は、全然わからないと思うんで、そっちに行くとね、車の往来が少ない。で、そこ沿いにあるから余計人が入ってこないってね、一元さんがなかなか来ないのかなというところで。で、地域がね、離れてますけれども、下道で、川越からだったら下道だけで、2時間かかんないぐらいで行くかなというね、1時間半とか。で、深谷、熊谷だったら40分とか、そのぐらいで行っちゃいますんで、下道で。あと30分でも行くかな、深谷だったら30分ちょっとで行くかなと。道が順調だったら、今日は40分ぐらいかかったけど。でね、交通量はね、結構出てた。天気がいいからね。あったかかったから。で、もうね、初めての岩盤浴をね、しまして、で、代謝がいいからね、もう3分でね、汗だくになってましたね。で、K さんの方は、代謝が悪いんで、あんまり汗出てなくて、最初ね。で、次2回目でね、汗だくになってましたけども、ただね、医療的な健康効果はありません、岩盤浴っていうのは。リラックスして自分の気持ちがスッキリするとかね、体の疲れが取れやすいっていうのは、血行が良くなるっていうだけの話で、で、あとは長くやりすぎると、脱水症状を起こしたりとか、臓器がね、悪い方はあまりおすすめできないというね。床がね、暑いんだよね、石になってて、石、なんだかあれ、タイルなのかな、なんだ、よくわかんないんだけど、そこがね、もう暑くて、素足で歩くとね、ちょっと暑いな、暑いなってぐらいになるね、あちあちあちってなる感じになるんだけども、タオルを引いて、その上に寝っ転がるというね。で、服1枚着て、で、女の人はノーパン、ノーブラで、で、男はフルチンの上にね、もうフルチンで履いて、混浴だ、そこは混浴ね、混浴っていうか、一緒に入る部屋で、ただね、みんなリラックスして寝ちゃってるからね、人がいるとね、喋れないしーっていう、ね、形で横たわって、とりあえず汗だくになって、何分か時計があるから見て、あまり長くやるのはね、健康に良くないんで、あくまでもちょっといい汗かいたなぐらいとどめといて、で、また風呂行って、またそれか外出て水飲んで、またもう一回入るとか、それ最後にまた風呂浴びるって、ね、2回入れて、そこはね、1日中入れますんで、時間制限、何時間縛りとかないんで、その料金を払えば、丸1日そこで過ごせるという。ただね、ランチおすすめしません。生物、なぜかね、寿司とそばセットとかね、そういうのばっかりなんで、肉料理とかあんまりなかったかな。だからレストラン南風で食べて、そこから温泉行くと。そっちの施設では食べない。生ものちょっとね、怖いんで、やっぱコロナの時期で、やっぱり数が出てないですから、もしかしたら古いね、刺身とか出てきちゃって怖いんで、これはあくまでも俺のね、勝手な考えですけども、あまりおすすめしません。で、このね、桜山温泉鬼怒の里別邸、これね、皆さん要チェックで、お願いします。あんまりね、困れちゃうと困るんだけど、穴場的な、ね、存在なんで、近くにね、観光地がないんで、ね、ゴルフ場が何軒かあるぐらいで、本当にいっぱいあるんだよね、周りは。あとは桜山ってね、桜の名所がありますんで、これからの時期は多分混むと思います。桜が咲く頃はちょっと要注意という形になります。それでは、楽しいね、休みを1日目過ごしました。あと3日間あります。それでは皆さん、ごきげんよう。じゃあね。